アンドレアス・エッシュバッハは、ドイツの SF 作家、男性。ドイツ南部のバーデン・ビュルテンベルク州ウルム生まれ。シュトゥットガルト大学航空宇宙工学科卒。1995年に、初の長編を発表して以来、ドイツの主要 SF 賞である、ドイツ SF 大賞とクルトラスビッツ賞をどちらも、複数回受賞。SF と冒険小説を融合させた作風で高く、評価され、 その作品はドイツ語圏のみならず、ヨーロッパの諸言語に翻訳され各地で人気を博している。大学卒業後は、コンピュータコンサルタント会社を経営。1995年、初の長編小説、毛髪獣短編を発表。この作品は翌年、ドイツ SF クラブが先行するドイツ SF 大賞を受賞した。1996年に、専業作家となる。 1996年、近未来の日本の宇宙ステーションで起こった殺人事件とそれに橋を発する陰謀を描いた長編第2作ソーラーステーションを発表。この作品と1998年発表の長編第3作イエスのビデオ2004年発表の長編であ、レッツテセナーアートの3作品はドイツ SF 大賞及びクルトラスビッツ賞の2巻に 輝いていてるクルトラスビッツ賞はドイツ語圏の SF 創作の先駆者であるクルトラスビッツの名を冠した賞でドイツ内外の SF 専門家が先行を務める。エシュバッハはその後もドイツの SF 賞を複数回受賞。また国外ではフランスのイマジネール大賞やベルギーのボブ・モラーヌ賞も複数回受賞している。日本では2003年に翻訳出版された イエスのビデオが、早川書房の SF が読みたい。で、第10位にランクインした。宇宙英雄、ペリー・ローダンシリーズの執筆にも参加。また、一般向けの SF 小説以外に、児童、ヤング・アダルト向けの SF 小説も執筆している。日本では2002年発表のパーフェクトコピーが翻訳出版されている。一般向け SF 小説児童。 ヤングアダルトムケース F 小説、ありがとうございます。